はい、皆さんこんにちは、足尾路です。今回は JR 東日本常磐線竜田駅行き止まりをご紹介します。竜田駅は東日本大震災の影響で常磐線が部分的に不通になっていた時に発生していた期間限定の行き止まり駅です。見学時は釜石出張復路の途中、代行バスから乗り換える間の約15分程度の間に撮影したもので、不備不足があるとは思いますがご紹介します。見学は2017年6月です。よろしくお願いします。常磐線は2011年の東日本大震災において大きな被害を受け、各地で不通区間が発生しました。状況が落ち着き、軽微な被害の区間から順次復旧し、2014年6月1日広野竜田間復旧により当駅が行き止まり駅となりました。そして見学から2ヶ月半後の2017年10月21日に竜田富岡間が復旧、竜田駅も行き止まりとしての役割を終えることとなりました。構内配戦略図です。いわき方面からの当駅止まりの列車は上り1番線3番乗り場に入ります。これは上り1番線が上下列車どちらも到着出発できるルートであり、特に追加で信号装置に手を入れることなく折り返しができるためのようです。上り1番線は下り仙台型で行き止まりとなっています。今回の見学は代行バスから鉄道への約15分の乗り換え時間で行ったもので、線路終端部を近くで観察できなかったことをお断りしてご紹介します。線路終端部材は特にありませんでした。これは約2ヶ月半後に控えた竜田富岡間復旧のため列車を通していたからかもしれません。いわき方面からの列車は上り1番線3番乗り場に入り、その先で行き止まりとなっています。上り1番線3番乗り場に入線してくる列車の様子です。いわき発の列車が上り1番線に入ってきました。この列車が折り返しいわき行きとなります。車両は E531 系電車5両編成です。2、3番乗り場下り方より望む構内全景です。1番乗り場の様子です。跨線橋は使われておらず、1番乗り場ホームと2、3番乗り場ホームとの間には仮設通路が2カ所設置されています。仮設通路から下り方仙台方面を望みます。下り本線の出発信号機は使用停止措置がなされています。下り1番線仙台方面は普通ですが、出発信号機は停止現時のままの通常状態となっています。仮設通路から上り方東京方面を望みます。上り本線の出発信号機は使用停止措置がなされています。駅名表です。ホーム側から望む駅舎です。駅舎正面の様子です。今回は不通期間にのみ発生した期間限定の竜田駅行き止まりをご紹介しました。竜田駅は常磐線が順次復旧していく中で最後近くまで残された不通区間と接続する行き止まり駅でした。見学の約2ヶ月半後、2017年10月21日に隣の富岡駅までが復旧となり、行き止まりは解消され途中駅となりました。そして最後まで不通区間として残されていた富岡浪江間は震災から9年後の2020年3月14日に復旧、常磐線が全線復旧しました。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。